で登壇していただきます。ありがとうございます。じゃあ三谷さん中央で、はい、佐久間監督は先生の方でお願いいたします。改めまして、映画の公開今日2日目ということになります。あ、3日目ですね、おめでとうございます。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。佐久間さん、そして佐久間監督、ようこそ名古屋にお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今日はあの今ご覧になったばかりほやほやの方ばかりでございます。三上さん、はい、まずは一言お願いいたします。昨日は初日だったのかな、あのこんなにおとついか、あの来ていただきありがとうございます。ちょっと不安ですけれども、皆さんの顔色を見ながら、大丈夫かな本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そして佐久間さんお願いします。はい、あの名古屋はあの、まあ、結構しょっちゅう来てるんですけども、あのこの初日じゃないですけどね、まあ、名古屋初日というか、あの公開のタイミングで、こんなにたくさんの皆さん駆けつけていただいて本当に感謝感謝です。今日どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。三谷さんは、はい、ちょっと名古屋というかこの中部地区には少し縁があるということですか。そうですね、母方が、はい、あの市内ではないですけれども、はい、近くで、はい、あの子供の時からよく来てました。名古屋もいろいろ市内とか回られて、はい、うん、おじさんがいたりとかしていたので、そうですか、はい、名古屋ネタ名古屋ネタありがとうございます。名古屋ネタしてくださって、もうあのきちめんから何から今日我々あの昼間ひつまみ、ね、あ、そうなんですか。美味しかったですね、はい、めちゃめちゃ美味しかったですね。あの、まあ、舞台ではね、もちろんその、まあ、東海市だったりとかいろんなところにもねお越しいただいてるんですけども、はい、じゃあ久々の名古屋市ということですね。そうですね、はい、そうですね、あのそうか、はい、この間の舞台も東海市の方だもんね。そうですね、東海市こっちには来れなかったので、はい、嬉しいです、はい、ありがとうございます。で、たくまさんはもう12月に、はい、ございましたね、はい、あやがさん、はい、はい、ご覧になった方もたくさんいらっしゃると思います。はい、いつもありがとうございます、はいはい、でも今日は映画監督脚本家ということでお越しいただいております。はいはい、で、まあ、あのお時間もそんなにありませんので皆さんからのご質問もいただきたいところなんですが、あのまずちょっと、まあ、私からもあのご質問させていただきたいんですが、三上さんはこれあの、まあ、舞台で主演とかっていうのはすごく多いんですけど、はい、もちろんそれであの森のいる場所とかあの出演されている映画もたくさんあるんですけれども、主演が14年、結構空いちゃったみたいですね。あのもうないんですよ仕事が何をおっしゃってるんですかいやでも映画は本当にあのずっと続けていきたいジャンルなんですけれども、はい、なかなかこう、うん、あの出会わないですよね。はい、でも今回は、はい、これ久しぶりの主演ということで、まあ、出てみようと結構攻めてるし、マミヤってあんなやつじゃないですか。うん。どんなところがやっぱり違う。なんだろうな。いつもこいつどんなやつなのって思われてたいんですね、役者としてね。だからこいつが出てきた時にこれどうやって見るかなっていう悩んじゃうぐらいの存在でいたいですよ。はい、なんか。だからそのためにいろんな役もやってきたし、はい、そういう意味では今回クソ野郎はすごいワクワクしましたけどね読んでて、うん、どんなクソってやろうかなと思ってそうなんですか、はい、たくまさんも今回、まあ、監督でありながら、まあ、もちろん脚本も描かれて、はい、まあ、今回オリジナルということなんですけれども、はい、その、まあ、クソ野郎と言ったので、はい、言わせていただくんですが、はいはい、まあ、どんな風にこう料理をしていこうかなっていうところで、はい、面白かったんじゃないですか撮影中も。あ、そうですね、はい、やっぱり人間のこう業というか負の部分というかみたいなのっていうのは割と昔から映画のテーマとしては非常にありがちで、逆に言うと定番中の定番でもあると思うんですけど、まあ、全員クソ野郎でこんなに救いのないというか、救いがあっちゃいけない人たちのような、まあ、英文のタイトルで言うと、
これ実はあのディバインジャスティスっていう、あの因果応報みたいな、はい、一応海外に持っていくときにはディバインジャスティスっていうタイトルになるんですけど、まあもう僕がもうちょっと若い頃にこれ作ってたら、あの最後に因果応報じゃなくてこの悪いクソ野郎のまま突っ走って終わったと思うんですけど、まあ、この年になってくるとあの少々ちょっとこうモラルみたいなことが出てきて、こんなクソ野郎たちは最後生かしてほしいけないだろうっていうところで最後ああいうラストになりました。なるほど。いやこれ上映後だからこそね言える、ね、聞けるお話だったんじゃないかなってね、はい、思いましたけどもね。そっか、またあの年齢によって違うかもしれないですよね、それは。はい、あのよかったら皆さんもここはちょっと聞いてみたいとか、あのキャスト、あ、じゃあ一番早かったのでごめんなさい、あの大きな声で言っていただいても大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。映画、あのまさかそこを、あ、僕たちの間ではよくそういう話になってたんですけど、うん、素晴らしいです。素晴らしいですよね、はい、あの。ありがとうございます。あのラブホテル、一応歌舞伎町のラブホテルっていう設定なんですけど、あのまあ、これを制作し、一応これに出資をしてくれた、まあ、制作の人がですね、8月28日が誕生日だったもんで、はい、あのこれ今日初めてあのオープンにした事実なんですけど、まあ、その今回映画を作るにあたって、出資してくれたことに対する、まあ、なんていうんですかね、そういうちょっとあのあれがオマージュがありまして、828ご出演しました。なのであのよく考えるとっていうか、僕らも8階で28号室ってそんなラブホテルねえだろみたいな話になってますけど、素晴らしい、そういう、はい、ありがとうございます。そういうことでございます。ありがとうございます。いやー、でもそういうあの なんか違和感っていうのが、ね、そうなんです、いいですよね。だから、うん、ね、最近の作品とかで、あの少々辻褄が合わなくても、はい、あ、それはそうやって受け入れてみるべきなんだって言って、もう何の疑問も持たずに当てがわれるままに見るようなことが多いと思うので、やっぱ疑問に思うところから始まる映画ですよね。そうですよね、うん、皆さんたくさんあるかと思うんですが、さあもうそのモヤモヤを晴らしていきましょう。ではいらっしゃいますか。ぜひぜひ、あ、じゃあ、あの後でお願いします。じゃあ、あの一番中央の、はい、赤いブラウスかな、セーターからお願いします。笑ってるじゃん。本気で面倒くさいって言われる。本気で面倒くさいってね。どこ情報？どこ情報なんですかそれ？ヤフーで。ヤフーで。行けすぎ。いや、あのあれなんですよ。三上さんは面倒くさいっていう風に言われてるんですけど、僕は一番最初にお会いした時に、あ、同じ匂いの人だなと思ったんで。あの同じ側の人間、はい、同じ側、僕も結構芸能界ですごい面倒くさいって言われてる方なん で、はいはい、で非常に気が合うというか、何が面倒くさいか、何が面倒くさいっていうのも言っちゃなんなんですけど、あの逆なんです。だからすごく真面目なんです。すごいストイック でよくそういう話になるんですけど、ここで何かをこう突っ張った時にそれがものづくりに対する正義だったり正義だったりするんですけど、それをやると今めんどくさがられて、めんどくさい俳優って言われちゃうんで、みんな言わないようにしてるんです。そうするとこういうつまらないものがいっぱい世の中に溢れてくるみたいなことになった時に、ただ現場止めたくないからみんな言わないんですよね。そうなんです。だけど三上さんは ある程度例えば背負ってる位置に、こう例えば主演で、ドラマやります映画やりますって言った時に、やっぱりそうどうしても譲れないところで譲れませんっていうことを言ったりすることがあるので、そういう風に言われてるとか、あとギャラが高いとか、役をすごいものすごく選ぶとか、そういうことをトータルしてなんかそういう風に言われてるけど、どれも違うでしょで終わった後に俺は全部違うんだって、全部違う。そう、そういう話でよくご飯行って盛り上がります。盛り上がってます、はい、ご近所さんなんで、はい、そうなんです今回もまあ、ワンカットっていうことがたくさん、はい、何分か長い
時間のもあったそうなんですけども、一番長いので40分弱ぐらいのが、はい、はい、ありました。40分ってすごく、いやだから皆さんそんなの意識して見ないと思うんですけど、まあ、意識して見なくていいと思うんですけど、通常はやっぱり5秒10秒の世界なんですよ、ワンカットっていうのは大体で、まあ長く撮ってて、それを後で編集することは中をこうアップにしたりとかすることはあるんだけれど、大体もうそんなもんなんですよ。それを1分単位とか10分単位とかってありえないんですよね。はい、はい、でしかもそういう場合は大体皆さん飽きてしまうので、カメラが動くんですよ。手持ちだったりとかでアップに寄ったり、あの横に移動したり引いたりとかクレーン使ったりとか、飽きないようになってるんですけど、今回バーンと置いたまんまこれはもう役者としてはあの腹くくるしかないですよね。そうですよね、うん、でも徳間さん、それは、はい、あの何回も何回もやることはなく一回きりでっていうことで三上さんおっしゃったなんて、まあ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 、はい、でもそのまあ、やり直せばいろんなことが変わってくるんですけど、一回一回っていうことは、あのその役者さんたちのテンションや熱でいろいろ変わってくるんで、まあ、あの今回はあのいろいろアクシデントが40分のシーンは特にいっぱいあったんですけど、あのもう思いっきりあの録音部の人が見切れてたりとか、あのサドルバッグってこうカメラを置くときに下に置くやつがそのまま忘れて、カメラマンの人がそのまま忘れていっちゃって切り返した時に全部映ってるとかっていうのもいっぱいあったり、もう最悪なのはもう人がもう思いっきりいて、ケーブルこうさばいてる人がもう思いっきりいたんですけど、あの全部なんとかしたんですけど、なんとかしたんですね、はい、三上さんがやりたくないって言ったんで、はい、いやだからさ、こうやって言うと嫌、ね、だとかいう話じゃないですか。そうじゃなくて、あのいやできますよ、できるけれどそれ以上のものは絶対出ませんっていうことを言う、だけなんですでもやっぱりそのね、1回目のこの緊張感っていうのは2回目のなかなかちょっとやっぱり下がってしまうっていうのもありますよね。そうですね、なんかこなれない良さ、まあこなれない良さもあるんですけど、こなれない良さみたいなのもあった時に、まあ散々リハーサルもしてたんで、まあそれはそれでこうだから、そういう部分がこうなんていうんですかね、あの特にこの作品の中で生きてる人たちは非常にこうキワキワのところにずっとで、まあ、特にあの三上さんとあの若菜ちゃんの役は あるプランをもとに2人でずっと結託しているっていう役なんで、まあ、あの人生かけた一大、本当に1人殺して、2人殺してっていう作戦を立てている2人の話なんで、まあ、普通とはちょっと違うテンションになってる方が、あのなんていうんですかね、その本当の本当というか、みたいなことがリンクしてた方がいいかなというのもあって、はい、妙にこなれてない方が、はい、というのもありました。ありがとうございます。はい、じゃあそちらの方お待たせしました。どうぞ。今回、三上さんと坂井若菜さんをキャスティングされた理由というか、あのこの組み合わせを見ると、私は、とは世の中の弁護士ドラマを思い出すんですけども、何か理由があって監督は、はい、その相性とか何か考えられますか？そのドラマ見てなかったんで、はい、知らないんですけど、ひどいな。三上さんはあのプロデューサーがあのこの作品の前に、一緒に何、かで意気投合していて、付き合ったら何かやろうみたいな話があって、はい、で三上さんはどうですかっていうことを提案されて、絶対やんないでしょっていうところから、まあ、とにかく頼んでみればって、どうせ無理だと思うけどって、金額合わないでしょみたいな、そういうことで、ね、ディスりますね。全然そのあの出すって言ってくれたんですよ。なくなっちゃいますよ。でもまああのそんな感じで、そしたら三上さんが非常にあの乗り気でやってくれるっていうんで、僕らは僕たちはもう本当にあこんな素敵なことはないということでお願いして、で若菜ちゃんも僕とプロデューサーでいろいろ話してるときに、まあ偶然っていう言い方ですけど、あんな上がった名前の坂井若菜どうだろうみたいな感じで、だったんで、別にそこの組み合わせ感をあえて一番最初にということではなかったんですけど、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます、はい、では他にいらっしゃいますか。どうでしょうか。あ、はい、じゃあどうぞ。あのすごい最後がすごい衝撃的だったんですけど、あの最初女の子が殺されたっていう設定で、はい、バスルームに引っ張っていくときに足がちょっと動いた感じがしたんですよ、はいはい、これはあのわざとな
ことなんだろうっていうのにすごい不安で、はい、なんかそれを考えながらずっと見てたら出てきたので、あ、こういうことなんだっていうそこでスッキリしたんですけど、はい、そういうところがなんかすごいすごくなんか細かいところまで作ってあるなっていうので、はい、すごい良かったなって今日見てて。あれは残念ながら偶然なんですけど、一応死んだふりしてもらうのが引っ張ってる途中に引っかかった足がこうやって動いちゃったんですけど、もう要はそういうところをこれをもう一回頭からテイクもう一回取り直すかこれでいくかという時に、彼女はあれは一応死んでるふりをしてる設定なんでもういいじゃねえかという、で逆にそれがそういうふうに伏線として捉えられてもらえればありだねっていう、だから逆にあれを見てなんだよこの映画って思ってくれてくれるぐらいの方がちょうどいいという、ぬるいなみたいなって思ってくれるとちょうどいいぐらいの感じでいいとこ引っかかってくれてありがとうございます、はい、ケチャップを持っていくとかね、そういうところとかね、はい、こうなんでって思うっていう、ね、はい、そういうところがたくさん皆様あったんじゃないかな、はい、でも気づいていただけたんじゃないかなと思いますが、はい、他にいらっしゃいますか、よかったらどんどん。何でもいいですよ。キャストのこととかね。あ、じゃあ、はい。じゃあ、ちょっと。今、はい、ですので、なんかそういう、後から分かるっていうようなことが、はい、あったっていうことがおっしゃられたんですけど、うん、私、全然そういうの気づかない方で、まあ、これからまた何回か見させてもらいたいなと思うんですけど、うん、他にもそういったことが結構あったりするんですか？一応、はい。じゃあなんで聞いたんでしょうか。まあ基本的には全部の芝居が意味を持たせていることなので、すごく細かいところから、多分一番最初にご覧いただいている4人の、まあ大きくは三上さん、間宮としおりの芝居に関しては全部意味が逆転して見えてくると思うんで、本当のこれちょっと見ていただくときに、次見ていただくときにもしあなた注意していただきたいのが、2人が本音で喋ってるシーンがいくつかあって、それは大きく言うと4つありまして、まあ頭で、レイカっていうデリヘル嬢が入ってくる前までの三上さん、間宮は全部本当で、はい、一番最後みんながいなくなった2人になったところからは本当のことなんですけど、それ以外にさっきのバスルームに連れて行くときに足ピョンって跳ね上がって、そこの前にどうしようって話してる話は彼女に聞かせてる話なんですけど、バスルームに閉めて2人になった時の話は実は本当の2人の話で、なのであそこでうまくいくかなとか言って、ウォンがどう出るかだなみたいなことを言ってる時に、実はあそこで実はこれをきっかけに、殺人をきっかけに本物の夫婦になったりしてみたいなのは、実はあの状況でしおり口説いてるんです。そうです、最低な記事です、ね、あそこでバスルームに行ったような役です。聞こえなくなった瞬間にキスしようとするっていうどうしようもないクズのシーンなんですけど、で、ありえませんって言ってしおりに止められるんですけど、あそこともう一個ウォンが入ってきて、ここで切り刻むかみたいな、普通にもうダメダメダメ、元の通りに行こう、当初の通りに行こうって言って、いや、いいんじゃない、ありなんじゃない、ここでやっちゃった方がいいんじゃないっていう、まあ、要はウォンに、レイカを殺させることが2人の目的だったんで、今ここでいいんじゃないかっていうか、まあ、ある意味しおりがとても強烈なクズなんですけど、あ、それ今やっちゃえ今やっちゃえみたいな、ただまあここで自分たちも変わらなきゃいけないってなって、いや無理無理無理、それは無理って引くんですけど、あそこのところは、まあ、大きくはこの4つと、まあ、細かいところで言うとご覧いただくと、細かいところでは実はちょっとしーちゃんじゃないでしょとか、しおりさんじゃないでしょとかって言って言われてるところとか、まあそういうところはもうもう一回見ていただくと全部逆転していったりとか、意味がちょっと見え方が変わってくると思うんで、そういった楽しみ方はできるんじゃないかなと思います。はい、よく見たくなりますよね、何度もね、確認なんかいろいろこうまた視点が変わって面白いですよね、何回か見ていくとね、はい、そう思っていただける、はい、でも三上さん
佐久間さんはあの演者さんでもあるわけじゃないですか、うん、あの舞台やられたりとか、はい、やっぱりそういうところっていうのはなんかやっぱり普通の監督さんとは違うことって感じたことありますか？やっぱり、うんうん、映像作家さん、監督とやっぱり、うん、なんとかな同じものを作ってるんだけど、うん、立場全然違うんですよね。だからあのそういう意味では拓磨さんはもう役者さんだから、ね、役者のことは分かってるわけですよね、うん、役者がいかにずるいかとかいかに弱いかとか、なんだろうな、もうとにかくダメダメなんですよ役者なんて。もうすぐサボろうとするしねであの手抜こうとするしね早く帰りたいと思うしねでもそういうところ全部分かってて、しかもじゃあそういう武器をどうやって使ったら一番効果を発揮するかっていうことも分かってるわけです。だからあそれ裏の裏をもう読まれてるのでもうまな板の上の声ですねいやいやだってあんなフィックスでドーンって置かれたら役者は怖いですよ。だってあこいつ何もできねえじゃんって、もう全部素養が出ちゃいますね。そうですね。なんか、はい、ああもうやっぱりこいつわざとらしいんだとか全部わかっちゃうね。はい、そうですね、はい、一番だからまあ、 逆に言うと やってる人たちの全てが見えちゃうんで、ごまかしようがないというか、普通はそれを編集でごまかしていくんですけど、はい、そういうのはもう本当にもう逆に言うと出てる人たちが全てを表現しなくちゃいけないみたいなところにはなってます。だから本当になんか出会わせてくれたこの取り合わせがすごく嬉しくて、はい、もうね、若菜ちゃんはさっき言ったみたいにもうやってますけど、浪岡さん初めてで、すごいですね、本当嬉しくて、はい、もう一緒に稽古してるのが本当楽しかったですよね。で、ボンさん、うん、まあさすがですね。あの人は本当にバランスがいいでしょうね。ですか。うん、いや大好きです。ね、いや本当に皆さん信頼し合ってる、本当に絆がすごいかっちりしてるなっていうこのチームだなっていうのは思いました。ありがとうございます。はい、はい、そんなにぶりとは自分では思ってなかったんですけれども、そんなにぶりなんですよね。やっと、生まれました。結構前に撮ってたんですけれど、ようやくこうして公開にこぎつけることができて本当幸せです。一人でも多くの方に見ていただきたいので、隣近所の方になんかリンゴでも持って宣伝してください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。はい、この作品は非常に好き嫌いがおそらく分かれる作品だと思うので、もうすごい気に入っていただける方もいれば、うんっていう方もいらっしゃると思うんですが、こういうローバジェットで、なかなかクリエイティブが制約なく作れる場というのが非常に、少なく、テレビ局が主導であったりするとやっぱりいろんな放送行動を最終的なことを考えるとこれがダメだとかもっと分かりやすくとかそういうふうになっていくんですけど、なかなかこういう小さい映画を生み出すクリエイターの人たちが自由な発想でするっていうのがなくならないことが多分結果的には皆さんにとってのエンターテインメントの楽しみの幅が広がることにつながるとも思いますので、まあ、この映画応援していただけたら嬉しいですし、小さい映画も皆さんぜひともこういう素敵な劇場でまた見続けていただけて応援していただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ということで、どうぞ皆様盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。高橋さん、高橋貴之監督でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。またぜひ名古屋にお越しください。お待ちしております。